株式会社 OX エンジニアリングは日本を代表する車椅子メーカーである。本社は千葉県千葉市にある。グランプリ R111976 年11月に創業したヤマハ系のオートバイショップスポーツショップ石井が母体である。創業者の石井重幸は1984年オートバイの市場中の不慮の事故により、 脊水を損傷し、車椅子生活を余儀なくされた、既存メーカーのオーダーメイドシャイスを使用したが、何台乗り換えてもそれらの機能、デザインに満足できず、1985年、個人的プロジェクトを立ち上げ、ハンドメイドで車椅子の製作改良を重ねていく。事業化を決意したのは1990年9月、ドイツで開催された、アイグマ視察の際乗っていた、 車椅子を現地記者に賞賛されたことがきっかけであった。ただし、オックスの公式 HP 内の会社遠隔には、1989年により車椅子を製作するようになり、1995年に車椅子製造部門が独立したとあるため、食い違いがある。スポーツショップ EC はオートバイの全日本ロードレース選手権に参戦するレーシングチームを持っており、 またオートバイのチューニング用パーツの製造、販売も手掛けていたため、アルミニウムやチタン、カーボンといった軽量素材の加工に関するノウハウは豊富に持っていた。製作された車椅子には、そうしたオートバイで培った技術が随所に盛り込まれている。一般モデルの多くでシートの固定を通常のネジやリベットではなく、マジックテープで行い、各ユーザーの体格や体位に合わせた、 微調整やシート部分の丸洗い、交換が簡単に行なるようになっている。また、後輪はホイール中央のボタンを押すことで、車軸ごと引き抜くように簡単に取り外せる構造で、こちらも多くの一般自走式モデルで採用されており、メンテナンス時に便利である。スポーツ用車椅子の開発にも早くから積極的に取り組んでおり、 日本人で初めて夏冬のパラリンピックで金メダリストになった土田若子や車椅子マラソンの第一人者、添島正墨、車椅子テニスのトップランカー国枝慎吾、車椅子バスケットボールの日本人初のプロ契約選手案直樹など国内外の様々な車椅子スポーツのトップアスリートに機材を提供している。競技用車椅子の製造は以前は 同社の競技用車椅子製作部門で行われていたが、2003年からは新たに設立されたグループ会社の株式会社レブが行っている。こちらではスポーツ用だけでなく、より高次元のカスタムフルオーダーメイドの車椅子も制作している。2012年12月31日、創業者の石井茂之が急成。これに伴い、茂之の息子の勝之が、 代表取締役社長に就任した。他、各競技に、国内、海外を問わず多数の使用選手がいる。オックスハップ内会社概要オックスハップ内遠隔、第一回社椅子作りの原点二宮清純の、視点、障害者スポーツをスポーツとして捉えるサイト、挑戦者たち。チャレンジャーズ t v 二2 0 2 0年6月18日閲覧。就任のご挨拶。 ありがとうございます。